はいどうも、ゆうごです。今回は、壁役で使えそうな武器のご紹介をします。とりあえず、尻槍が、補助で使います。槍の英知でたくさん使えます。尻槍はゴミっぽいけどあってもいいです。あとレールスリンガー、これは PVP で使えます。あとイビル、究極確定ガチャの方に入ってるやつかな、これは PVP で使えますね。流線も PVP で使います。あと天神、これがまあまあ使えるんですよね。光属性が大幅に上がるんで、相手が光属性だったらまあたまに積むぐらいですけど使います。こんなもんかな、槍は。次は突剣、ナイトかナイトバルで使うぐらいです。虎の先人は武人ガイアの方でお世話になりました。すごい助かりました。あとこいつオシリス、アテナがない時使ってましたね。あとギター、これはネタ枠ですね、どうでもいいクエストで弾いて遊んでました。次は聖剣、ベルタテはランキングの方で使うぐらいでほとんど出番ないです。あとメサタテは3種類揃えてます。呪い無効と毒無効と封印無効、これは3種類まあ大体の属性で揃えてます。でほんとよく使うのはやっぱり毒回避か封印回避かどっちかですね。これはイージス現役です。あとはこれ好き、欲しい、これは、ソロでたまに使ってます。これメサタテがない時にお世話になってました。助かりました。これアルミン、これはなんかのイベでもらってですね、これが、リロード3秒なので、銀河とかで使ってます。次は基礎、未だに使うのがやっぱりインビですね。闇インビと光のインビは現役です。これは捨てらんないぐらいです。よくお世話になってます。あと女神、これは元気です。あとこれ、戦慄、極がないとき、まあ極の代わりに全然なるんで、これは元気ですね。あとこの全体攻撃できるやつ、これは5行とかで使ってます。次は新槍なんですけどございません。武器の紹介大体終わりです。1ヶ月ぐらい前の動画で槍の英知の画でやったんですけど、これがまあ良くなってきたんです。で紹介します。デュポンのバフが乗って、体力は50万ぐらいになります。といってもまだギリギリなんでまだですね、プレートの下次第です。あとデス13倒すともらえるバーベルワークのセンス、これはガでやるときは必須ですね。はい、それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。またねー。